モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回は、DIY 初心者講座としてドリルガイドなどを使わないでもまっすぐに穴を開ける方法について解説したいなと思います。通常ドリルでまっすぐ穴を開けようとするとボール板を使ったりとかドリルガイドを使ったりという方法があります。でもそんなに使用頻度が多くなくてそこへの出費ってなかなかできないなっていう方、簡単な道具と一手間加えるだけでまっすぐな穴を開けることができます。今日はそういった解説です。通常私が使っているのはこういうドリルガイドやこういった自作のボール板があります。このボール板の作り方についてはつくろもっとのブログの方で紹介しています。概要欄の方にリンクを貼っておきますのでもしよかったらチャレンジしてみてください。今回のやり方は L 型の簡単なドリルガイド、それと下穴ドリル、あとは穴を開ける木工用ドリルとポンチがあればできます。それでは解説動画スタートします。今回のやり方でポイントになるのはまず開けたい木材の裏と表に印を入れること、そしてその印にセンターポンチで印をつけて下穴ドリルで穴を開けて木工用ドリルで穴を開けます。下穴を開ける理由っていうのはこの木工ドリルには必ず先端に霧のようになってます。ここのガイドとして下穴ドリルを開けます。それと開ける木材は半分ずつ反対側から開けていく、そして真ん中で合流させるっていう形を取るとズレが少なくなります。では実際にやってみましょう。
いかがだったでしょうか。このやり方はどちらかというと結構メジャーなやり方なので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。実際やってみると意外と簡単にまっすぐが長くのでびっくりされるかなと思います。ぜひ、試してみてください。モッドチャンネルではこういった DIY 初心者講座や制作動画などを、配信していきます。今後も楽しみにしてください。今回の動画が面白かったな、ためになったなと思われましたらコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。